オーストラリア有数のフェアファックスメディア傘下の新聞は7月2日中国共産党による臓器狩りや江沢民に対する酷訴のうねりを トップ記事で報道しました。記事では、2人のファールンゴン学習者の迫害を紹介しています。シドニーの高校に通う明信さんの父親、カヨウさんは、今も中国の刑務所により、中共の臓器狩りの犠牲になるのではないかと案じられています。また、ソウイさんは、中国で何度も迫害を受けた上、ご主人は今でも当局の妨害で出国できません。 カヨウさんの妻とソウイさんは、すでに江沢民を訴える訴状を中国の最高司法機関に郵送しました。その他、今年5月末から、すでに2万人以上のファルンゴン学習者が江沢民を告訴しているとも紹介しています。中国大陸でも江沢民告訴のうねりは広く伝わっています。ファルンダーファミーミンフィネットの7月5日の報道によると、 吉林省長春市、雲南省昆明市などで、全世界で江沢民を裁くといったスローガンが現れています。観光地や繁華街の中心、さらに街角や道端でも見られるそうです。また、7月2日までに江沢民を告訴したファールンゴン学習者とその家族は、すでに4万人を超えており、特に6月の最終週だけで2万人以上増えました。 広東省にある香港系の工場京成服飾比喩講師では従業員の抗議活動がエスカレートし100人以上の従業員が広東省委員会の入り口で抗議を始めました8日以上が経ち倒れる従業員が続出していますラジオフリーアジアによると工場側は密かに従業員側の代表に15万元と引き換えに 抗議の中止を求めましたが、拒まれたため、この従業員を一方的に解雇しました。現在この従業員は拘留されています。この工場では、昨年12月、社会保障士の未納が原因で、1000人規模のストライキが起きています。今年5月には、労使紛争が発生し、先月にも400人規模のハンガーストライキが起きています。新東人テレビがお伝えしました。